どうも、こんばんは、エネムです。さあ、本日からついに、来年2月から開催される石田水天の先行抽選受付が、12時から開始されましたが、それと同時に、キービジュアルも公開されました。東京グルの主人公、金木健と、ジャック・ジャンヌの主人公、立花キサが、背中合わせに描かれた最高のイラストですね。キサはめちゃくちゃ可愛いし、何より金木が、ヤモリ戦の白金木っていうね、ちゃんと手錠と足かせもついて、めちゃくちゃかっこいいです。っていうか、石田水先生の金木のイラスト、すっごい久しぶりに見たし、なんかこう、絵のタッチも、ジャック・ジャンヌ寄りになってませんか？なんか、すっごい新鮮なんですけど、っていうかなんか、ヤモリ戦の白金木のイラスト、久しぶりに見れて、もうなんか、それどころじゃないんですけど、マジで。はい。で、今日から先行抽選が始まったわけですけども、特典付き入場券の特典もなんと発表されました。特典は限定石田水天開催記念チケット&クリアしおりチケットです。なんとセットなんですよ。セット、ここ重要ですよ。ジャックジャンヌのクォーツのメンバーとか東京グルの歴代金木だったりするのかなとか、いろいろ考えたりしてたらマジでワクワクが止まらんのやけど、多分使わんし絶対チケットと一緒に保存すると思うっていうね。でね、もちろん特典付き入場券で、僕も先行抽選に参加しましたよ。いやマジね、当たってほしいっすね。全日指定だから、その日付と時間の指定になるんですよ。なので、なんていうんですかね、こう、選択する日付と時間によっては、まあ、激込みで、まあ、タイミングによってはね、倍率が高い枠っていうのがあると思うんですよね。で、まあ、なんで俺がね、ここまで先行抽選にこだわるかっていうと、まあ、もちろんね、一日でも早く行きたいっていう気持ちがあるんですけど、グッズなんよね、グッズ。皆さん、石田水天、新型コロナウイルス感染拡大防止の注意事項っていうのを読みましたでしょうか？絶対読んでほしいんですけど、ね、グッズ販売がね、オンライン販売がないかもしれないんですよね。あると思ってたんですけど、勝手に。会場内でのグッズの購入は、展覧会ご来場のお客様に限りご利用いただけますって書いてるんで、まあ、もしかしたら、まあ、会場限定なんじゃないかなとか思ってたりします、グッズに関しては。まあ、でもね、この書き方だと、会場内での取引禁止っていう書き方はしてるんで、まあ、オンライン、あると思うんですけどね、もしかしたらないのかもしれないっていう心配があるから、僕は、先行抽選にこだわってるっていう最初の、なんていうんですかね、この3日間。に行きたいっていう、その、なくなっちゃったら嫌じゃん。グッズがなんか人気なグッズも、売り切れですよみたいになったら嫌なんで、先行抽選にこだわってるっていう。はい。ということで、今回はキービジュアル、公開と先行抽選開始のお話でした。皆さん応募したんですかね？応募したよって方いたらコメント欄に書いていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。